こんにちは大洲市議会議会員の中野博です今日は11月10日は月です今回は先週開かれました大洲市議会の決算特別委員会その審査内容を報告します審査には約5時間をかけました今回私が行った主な質疑を画面に表示しています 建設部所管部分につきましては、市営住宅使用量の滞納について、若宮東大津線商山交差点の整備状況について、また、富士山公園綴りの先越えについて、河川改修に伴う用地交渉の現状についてを質問しております。また、商工観光部農林水産部所管部分につきましては、 有害鳥獣対策について、独自産業化の取り組みについて、竹林再生利用事業と餃子の王将について、長浜港小型船だまり移転事業について、町や観光改修事業と駐車場問題について、観光町づくり戦略について、これらを質問しております。この後、 昨日11月9日には決算審査の総括が行われ、採決の結果、令和2年度大洲市歳入歳出決算が認定されました。自治体、議会における決算審査は PDC サイクルの C、つまりチェックに相当します。この決算審査を踏まえて、次年度予算にどのように反映されるのか、 今後も報告を続けたいと思います。今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。